さあ始まりましたヨガズキッチン、今回は第2弾の動画になります。イエーイということでね、前回の動画の方まだ見られてない方はぜひよかったら前回の動画の方チェックしてください。前回パスタの方を作ったんですけど、普段僕お酒を結構飲むんでおつまみとかの方が結構多くなっちゃうんで、今日はお酒に合うあてみたいなものをちょっとご紹介できたらいいかな。韓国のね、みんな好きじゃないですか、ヤンニョムチキン、知ってますかね。何やそれ、もうちょっと辛いチキンですね。僕もお店とかで1回とか2回ぐらいしか食べたことないんですけど、今回それをもうお手軽にこう簡単に自宅で作ってしまおうっていう紹介動画になります。っていうわけでちょっと飲みながらやらせてもらいます。これね、ちょっと前も紹介したけど僕の一押しです、シークワーサーハイボール高田さんですね。 CM 欲しいなこれ。いただきます。最高っすね、これもうやばい、止まらないです。はい、ではね、今日食材紹介していきます。今日は鶏胸肉を使った料理になりますね。ももでいいんですけど、鶏胸肉の方が安いんで、多分スーパーとかでも全然安い、これぐらいだったら200円とかしないんじゃないですかね。まあ買いやすいんで、これを使ってちょっと下ごしらえをしてから味をつけて焼いていって仕上げていきたいと思います。まずは下ごしらえの方からご紹介していきます。まず鶏胸肉なんですが、はい、まな板ちっちゃいな、まあいいですね。乗せてフォークでね、よく柔らかくするのフォークで穴開けるって言うんですけど、フォークでね、裏表をまんべんなく刺してください。これはなんでかっていうと、中の方にもすごく味が染みやすいで、すごく旨味を吸ってくれると僕は信じてます。なんかいろんな、結構昔僕も飲食でちょっとこうアルバイトしてたことがんですけど、その時に結構仕込みの方をすごいさせられてて、その時にこう教えてもらった時に、こう胸肉使う時はそれがいいと教わりました。なんか皮とか気にしてる人取っちゃってもいいんですけど、僕は全然あんま気にしないんで、皮も全然つけたまんまで今回はやっていこうかなと思います。なんかサラダチキンとかねする人だったら、ここも切っちゃっても全然鶏肉の方をちょっと切っていきますね。ちょっと薄めの薄めにちょっと切った方が柔らかくはなりやすいと思うので、ちょっと薄めの方に切っていってください。まな板が小さすぎますねこれ。じゃあね、ちょっとこんな感じで、ちょっと薄めの方に薄切り、そんな薄切りじゃないんですけど、まあちょっと薄めには切ってますね。これぐらいの肉厚でも全然いいと思います。食べ応えがしっかりある程度の方が、あんまり薄すぎるとね、全然もう豚のロースみたいじゃなくて、ちょっとこれぐらいボリュームあっていいですか。あんま厚すぎると柔らかくならないっていうことで、でこれをちょっと僕が結構いろんな料理動画とかレシピ見る前回も言ってるんですけど、見た中でこのやり方いいなと思った、鶏肉がすごく柔らかくなる方法、特に炒めるやつとかは下味もついてすごいやりやすいんで、これやっとくと便利かなと思うんですよ。これまあジッパーの方に入れてもらって、これお酒、これ大さじ1ぐらいですね。ちょっと多めに入れたかな、大さじ 1.5、 大さじ1ぐらいです。でマヨネーズ、これも大さじ1ぐらいですかね。別に入れすぎが悪いってわけでもないんですけど、まあ、好き好みがあると思うんですけど、これは下味がちょっとつきやすいんで、はい。で砂糖酢、これも小さじ1で大丈夫です。でお塩です。お塩ほんと少しじゃないと、あんまりやりすぎと料理によって違うと、小さじ4分の1ぐらいちょっと気持ちで入れます。でこれで
これ、ね、さっき入れた分量でいろいろ漬け込むだけで結構焼き物で言うたら鶏の照り焼きとかチキン南蛮とかそういうもんには結構いろいろ応用はマヨネーズ入れてるんで結構いろいろ応用効くんですけど、まあマヨネーズこれに、ね、抜いたらサラダチキンとかそういうのにも多分できると思うんでこれ結構僕の中でおすすめ柔らかいなと思いました。あと今回ヤンニョムチキンはニンニク入れるんでこの中におろしニンニクとかニンニクのみじん切りスーパーで売ってるやつ冷蔵庫に入ってると思うんでこれをちょっとだけ入れます。はい、ニンニク好きな方はねがっつり入れちゃっていいと思います。でこれをよく揉んでもらってないよって方は10分とか言うんですけど僕は結構しっかり漬け込みたい方なんでこれをなんか前の日ぐらいに結構やっちゃったりするんですよね。海苔とかでやって冷凍庫置いとこうみたいな。でも置いといたら全然使えるんでジップロック入れといても2、3日は絶対いけると思います。まだあんまりあったかい時期だったら怖いんで気をつけてください。でこれも10分置きますっていうか昨日も僕やったんですよね。こちらがあらかじめ昨日も仕込んどいた胸肉になります。まあだいたい半日ぐらい半日以上置いてます。ちょっと味も染みてると思います。これをね使って今日作っていきますね。はい、今回はね普段多分ヤンニョムチキンって揚げる唐揚げとかにしてから多分味をつけタレに絡ませるって言うんですけど一人暮らしの子とか僕も揚げ物があんま好きじゃないし後処理めんどくさいと思うので揚げ焼きで全然味はバッチリできるんで揚げ焼きにしていきます。でまず片栗粉こちらを昨日柔らかくした下味をつけたこのチキンの方にまぶしていきます。はい、片栗粉の方は、こうしっかりまぶしてもらった方が絶対いいんで途中でねこうコロッコに衣がなかったりみたいな状態になるのはあんまり美味しくないと思うんでしっかりまぶしてあげてください。はい、そしたらね揚げ焼きしていきます。油は普段の揚げ物よりはちょっと多めの方が揚げ焼きなんでこれぐらいやった方がいいのかなと。そしたらね油の方が温まってきたら鶏の方を入れていきます。あんまりこう昨日やってて思ったんですけどこうくっつけすぎると引っつけすぎるとくっついちゃうんでちょっと適度に衣がねこう固まっちゃってめっちゃでかくなっちゃうんでそれだけ気ぃつけた方がいいんちゃうかなって思いました。はい、そしたらねこれぐらいきつね色になってきたら徐々に返していってください。ちょっと薄いかな。さあね、この両面これぐらい両面に焼き色がついてきたら、もうついてるんで結構いい感じに火はバッチリ通ってると思います。あんまり焼き色硬くなってないんでこの辺は火を止めます。次にタレにちょっと絡めていきたいんですけど多分普段ボウルとかに入れて混ぜてやるっていうのも洗い物入れるのも嫌なんで僕もフライパンで絶対やっちゃうんでちょっとねこの無駄な油がすごい多いんでキッチンペーパーでちょっとください。すごい油。
そしたら綺麗に油の方はもう拭き取ってほとんどない状態なんで、ここからヤンニョムのタレを入れていきます。まずケチャップ、量によってね変えてもらっていいんで、これでも大さじ1とか 1.5 ぐらいだと思います。でやっぱこの辛さのやっぱりねこれがコチュジャンですね、はい、僕は結構業務スーパーに売ってるでっかいパックのコチュジャンがすごい好きで、最近これをずっと使ってていい辛さが出るんで、はいはい、こちらも入れていきます。で次に砂糖ですね。砂糖もこれちょっとほんの少し辛さの中で甘みみたいなのを入れていきます。あとはこれですね、一味唐辛子、まあ、僕辛いの好きなんで結構バチバチ入れちゃう感じなんですけど、好きな人はいっぱい入れちゃってください。ここから辛さ好きな人はいっぱい入れて全然大丈夫なんで、これをもうひたすら混ぜていく。じゃあこちら最後ごまの方を振っていって和えていきます。そしたら盛り付けの方いきます。ちょっとね寂しいんで緑入れていきたいんですけど、この間パスタで使った水菜がちょっと余っていて、レタスとかもいいんですけど、僕結構水菜バンバン安いんで使っちゃいますね。便利です。サラダもいけますし、結構和えるのは簡単なんで、水菜は結構僕はよく使います。緑入れるのもちょうどいいかなと。それでは簡単鶏胸肉のヤンニョムチキンの完成です。じゃあね、ちょっと実際食べてみようかなと思います。うめっ、もうピリ辛がめっちゃ多くて、これいきます。最高です。皆さんもよかったら真似して作ってみてください。じゃあそれでは本日は簡単ヤンニョムチキンでした。概要欄の方にレシピの方も記載してますんで、よかったらご覧ください。本日の動画がね、良かったと思った方は高評価、もちろんチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。また次回、この動画でお会いしましょう。